今回は二次関数の十七放物線の平行移動、その二を見ていくよ。まずは。今日のテーマとポイントを確認しよう。今日のテーマは放物線の平行移動、その二。式を変形するパターンだよ。いきなりポイントから確認しちゃおう。平行移動では式変形すると。x の二乗の係数。つまり x の二乗の前にある数。 この係数が同じままつまり変わらないんだよね具体例で見てみよう例えば二次関数 y イコール 2x の二乗プラス 3x プラス1こんなグラフを平行移動したと書いてあったらヒントはこういうことなんだ平行移動後の x の二乗の係数は同じ2になるということポイントはね、平行移動では x の二乗の係数は同じまま これを押さえて問題見ていこうじゃあ例題一緒に見ていくよ放物線 Y イコール 2X の二乗マイナス 4X プラス1の頂点が点2、3になるように平行移動した後の放物線の式を求めようという問題だよ今回のポイントはこれだね平行移動した後の放物線の式これを求めるんだ じゃあどうもともともとの放物線これを平方完成して頂点を求めるそして移動するなんて方法もあるんだけどもうちょっとシンプルに実はできるんだよね。そうう今日のポイントを使うんだつまり元の放物線これを平行移動した後の放物線の式はこの x² の前の係数2同じままなんだよね。 x の二乗の係数は二で同じまま、さらにヒントがある。頂点は点二三になるんだって。頂点が分かってて、x の二乗の係数も分かっているから。答えはこうやって書けばいいだけなんだ。まず求める。放物線、うん。今平行移動した後の放物線のこと。 求める放物線は頂点が23より何が言えるかな頂点が23だったらこういう式の形できるよね。y イコール a x-2 の2乗ここ頂点の x 座標が 入れるるるとにになるように配置するだから2の時マイナス2がつくからこうだね。そしてプラス3と置けるよね。3はここに入る。うん求める方別線の式は頂点が分かってたらこういうふうに置けるよね。さらに言えるのは、X、の2乗の係数って今なんだっけそうここと一致するから今 A と置いた A について A と置いたところについては。 一致するるから2になるよね文章で書くとこうなるよ。放物線元の放物線ね元のと書こうか元の放物線 y=2x イコール2 X の2乗マイナス 4x+1 と。 x の2乗の係数は一致するからまあ同じだからね係数は同じだからになるからうん何が言えるのかな言えるのはここが一致する。a と2が一致するわけだから答えは y イコール2ナス2の2乗。 プラス3となってこれが求める放物線の式だよ。で答えねこれ展開しても構わないしこのまま答えにしても大丈夫だよ。なぜならこれ頂点分かりやすい式になってるから放物線の式としてはきちんと整理された形なんだ。じゃあ練習一緒にやっていくよ。 放物線 y イコール2 x の2乗マイナス4 x プラス1を x 軸方向にマイナス1 y 軸方向に4平行移動した後の放物線の式を求めようという問題だよ。いう問題だよ。まあ読んだだけだとねなかなか想像しづらいけどポイントあったよね。今日のポイントは平行移動。平行移動した後の式どんな形になったっけそれは元の放物線の x の2乗の係数。 2だったらこの2と移動後の X の,2乗の係数が一致するんだよね。そして例題と同じように例えば頂点が分かってたらさこの係数と頂点だけで放物線の式立てられたよね。そしてその頂点を求まるかどうか元の放物線の式は分かってて、X、軸方向にス1そして、y、軸方向に4移動するわけだから。 元の放物線の頂点を求めて移動すれば移動後の頂点もわかるよねそして係数も分かってるこれで式を立てていこうだからまずは頂点元の放物線の頂点を求めて移動させようつまり y イコール 2x の2乗マイナス 4x プラス1の頂点はここから求めていきよ まずは平方完成が必要だ、ね、うん y=2 でくくって真ん中に関しては半分にして2乗2でくくるとス2になってさらに半分にして2乗だからス1の2乗になるさらにこの 2x−4x の,の部分とこの部分を一致させたいわけだから考えよう。X 1の2乗を展開すると x の2乗が出てくるそして二 x が出てくるプラス +1 が出てくる2をかけていくとこの部分についてはしっかり一致するけど飛び出たプラス +1 に2をかけた2に関しては一致しないこの2を消すためにマイナス2をつけてあげようこうしてようやく上の式と下の式一致してくるあとはプラス +1 をそのままくっつけてこういう形になるわけだねそしてこれもっと整理しよう プラス1をくっつけるからマイナス2とプラス1を合わせてマイナス1になるつまり式を変形するとこんな形になるわけねよって頂点が出てくる y イコール2括弧 x マイナス1の2乗マイナス1の頂点は x が1の時に y はマイナス1になるよね x が1の時に y はマイナス1になる じゃあ求めたい平行移動後の頂点はどうなのかそれ書いていこう。よって平行移動した後の頂点うん今回平行移動するのは x 方向にス1ねそして y 方向には4。だからこの出てきた頂点に対してこうしていこう。 まず1に対して X 軸方向にマイナス1だから1く1つまり0。さらにマイナス1に対して Y 軸方向に4だから4合わせると3。求めたい放物線の頂点っていうのがこうして03と分かったわけだよね。じゃあどうするか。あとはそう X の,二乗の係数が分かっているわけだから式を立てよう。 つまり求めたい放物線の式は、うん、これによってようやく素材が揃ったわけね。線の式は y= イコールの形で書くと y= イコール係数の2は一致するから2を置こうそしてここ x マイナス頂点のこれを入れるんだけど。 ゼロだからマイナスゼロ、つまりゼロだね。y イコール 2x の2乗として送って、あとはプラス3をくっつけるプラス3。これが求めたい式になるわけ。答えは y イコール 2x の2乗プラス3である。ポイントをさらいしよう。放物線平行移動すると x の2乗の係数は一緒になるんだ。 ここと放物線の式を求めるには頂点の座標が必要で今回は頂点の座標を元の放物線の頂点からマイナス1動かして4動かして頂点を求めたこれによって元の放物線の式が出てきたよ。今回のポイントをおさらいしよう 放物線の平行移動に式を変形するパターンだよ。覚えていくポイントはった,、ね、たった一つ。平行移動では x の2乗の係数は同じまま、つまり y イコール 2x の2乗プラス 3x プラス1。こんな式を平行移動したら2の部分は同じ2のまんまになるんだったね。これを押さえておけば大丈夫だよ。